さん、こんにちは、ノアです。今回はですね、さあ、ウイパーを開封していきたいと思うんですが、それの前に一つ。はい、こちら。YouTube の初オリジナル商品ということで、この T シャツをね、販売させていただいたんですが、まあ、これご購入いただいた皆様、ありがとうございました。で、今のところ S サイズの方が完売いたしまして、まあ、非常に多くの方々に買っていただきました。まあ、今後の売れ行き次第でもね、第2弾とかをね、考えさせていただいてますので、まだ買ってないよっていう人はね、下の概要欄から、はい、ぜひぜひ購入リンクの方ね、買ってもらえたらなっていうふうに思います。はい、値段が1980円、税込みなので、まあ T シャツとしては結構お求めやすい価格になってるのかなっていうのと、まあすごいやっぱりね、買っていただいた方々にも、この材質がすごく柔らかくって、着やすいというお声もね、たくさんいただいてまして、ヒーローズの YouTuber のポンウルさんとかにもね、買っていただけたんですが、まあすごく好評なんでね、第2弾とかの発売もちょっと考えております。はい、という感じで今回は、紙袋を計3万6000円分、購入したので、これ1パック3000なんですけど、12パックね、はい、開封していきたいと思います。さあ、それでは、久々のリパ開封やっていきましょうか。じゃあ、まずこっちから開けていこうかな。まあ、今回の T シャツの件でもそうですけど、はい、トレバルさんにね、めちゃめちゃお世話になったので、ちょっとそれの恩返しとしてね、はい、買わせていただきました、こちら。トレカーバンクル紙袋おかわりってやつだね。まあ、ちょっと前に販売されたやつなんですが、まだラインナップとか見てなくて、正直何が入ってるか全くわからないっすね。はい、そこがもう逆に面白いかなと思って。で、さらにね、12パックあるので、この紙袋って基本的に4パックごとにビッグパックっていうのが入ってて、まあ、4パック買うと大体まあ当たりが出るよみたいな、感じなんでね。はい、それが、4刻みになってるから、まあまあ4個はね、すごいのが出るのかなっていうふうに思ってます。じゃあ、孫悟空。あー、いいね、いいね。勇気づく仲間。はい、ちなみに言い忘れてたけど、今回はあれやります。オリパで出たカードだけで、バトスター。この鬼畜な企画をね、ちょっと今回もやろうと思ってるので。はい、まあ、前回が確か、まあ、奇跡的にテイク1ぐらいで行ったのかな、ちょっと覚えてないですけど。はい、あんな感じで、また今回もね、出たカードだけで、ちょっと戦おうかなって思ってるんで。あー、もう何気にこういうのも嬉しいんですよね。はい。おーっしゃ、来たー、ジャネンバー。よし、強い。はい、来た来た来た。これ1軍ね。はい、改造ジャネンバ来ましたね。まあ、これは強いんでね、もうそのまんまデッキ入りでしょう。じゃあちょっと、デッキ入れようかなって思ってるカード、ここら辺に置いておきますね。はい、ちなみにこれで3000なので、まあ、だいぶいいんじゃないでしょうか。はい、フリーザもね、メタルクーラーが来ればだいぶ強いですし。さあ、じゃあ2バック目やっていきましょう。お、さっきと厚みが違う気がする。はい、トランクスゼノン。インシェンロン。まあ、これはジャークリュー全部揃えないときついですね。はい、ピッコロ、BM1 弾の孫悟空。はい、懐かしいの来たね。メチカブラと来て、おー、21号。はい、シークレット21号来ました。さあ、これも3000円かな。あ、3000でこれなら全然いい、全然いい。地元のオリパー、3000円でこれ1枚とかだから。はい、じゃあ火力要因としては、まあまあ、これは全然、ありな部類だろうなとは思ったんですが、まあ、まだちょっとわかんないですね。はい、まあ今のところはとりあえずジャネンバは確定かなっていう感じで。ターレスが欲しいかな。まあフィンが出てるんでね。ちょっとターレスがいるとかなりいい感じかなと思います。さあ、孫悟空から。お、これ結構ちょっといいんじゃないですか？あ、そうでもないな。はい、フリーザー。おー、ベジットと来て。あ、なにこれ。お、ゴッドミッションの、はい、5段 UR ブロリーだね。おー、いいじゃん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 。はい、BM1 弾の孫悟空と来て、ラディッツ。あ、これは来てるわ。これ確かラディッツがいるとあれだもんね。はい、来た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 。ゴジータゼノみたいな転送系が来たら、まあ、これは全然ありなんでね。はい、これで一気にエナジー貯めてなんとかなるんじゃないかなって思いますね。はい。で、ラディッツも一応いるんで、まあ、ここら辺もね、悟空と合わせたら普通にいいんじゃないかなって。何気に強いですよね、これ。バーキングで 2.5 倍ダメージ。あ、違う、3.5 倍ダメージだ。で、3ラウンド未行なんで、まあ、とどめにはいいかなっていう。はい。とにかくこういう企画って、耐久力と火力をいかに調整してバランスを組むかみたいな。はい。強者の領域突破。はい。孫悟空。おーし！来た！転送。あ、ちょっと待った！これは強い！これは強い！なるほど。あ、ビッグパックだね。はい。4パック目来た。ビッグパック。はい。時の海洋神&孫悟空の BM1 弾シークレット。これは来てしまった。まあ、時の苦しもね、ウィルスいなくても全然使えるので、はい、まあ、これもそのまま入れちゃいましょうかね。はい、まあまあ、ここら辺はもう本当に今のところはね、
結構揃ってきてますね。なんかもうさ、これがいるだけでも相当もうね、アドバンテージ取った感じがあるんですが、はい、ちなみにここまでで、あ、多分まだ3パック目だから9000円ぐらいだね。はい、じゃあこれが4パック目か。いやいや、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ただまだ超ビッグパック的なやつは来てないっぽいね。はい、孫悟飯 GT。ラディッツ。あ、このラディッツでも一応 OK っちゃ OK だね。はい、魔人ブー純粋。ベジータ、ハーツ、ミラと。さあ、どんどん行きましょう。トランクス、幼年期。あ、これ何気に BR とユニット組むんだね。おー、珍しいな。はい、で、ベジータ。あ、見えてしまった。はい、ベジータ、BR、ゴジータゼノ。まあ、これもエナジーアップ系だね。はい、来たー。来た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 。おー、来た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 。来た来た来た。よっしょ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 。強い。強すぎる。これ2枚はマジで強いでしょ。てか、さっきの悟空で軸組んだ方がこれ絶対いいね。はい、これもどっちもね、強いですね。いや、今のところはもう、ほぼほぼ完成形に近い気がするんですが。はい、まだ半分あるんでね。まあ、この6パックでどうなるかっていう感じだね。さあ、じゃあこっちから行こっか。いや、これはもう、そうだね。多分ね、今回は、前よりも強いデッキになったと思いますね。うん、もうこの時点で相当強いんで、まあ多分、こっから先は本当にもう、おまけ感覚に近いような気もするが、はい。うわーし！うわーし！うわーし！来たー！来たー！あった！来てしまった！孫悟飯青年期！来てしまったー！うわー！来た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 ！これよこれ！まあ、最近タンバリンとかね、減ってるんで、まあまあ、そうだね、刺さるかは別として、これもあるんでね、結局のところ、まあまあ、パワーと、固定ダメージと、戦闘力と、結構いろいろ持ってるんで、まあまあ、タンバリンなくてもなんとかね、機能すると思います。いや、来たー、マジご飯は嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。あ、おーっと、なんか、すごくね？なんかすごくない？だってこれ3000でしょ？まあ、身勝手の極意、結構レート落ちたけど、いや、3000円でこれなら全然いいんじゃないかな。あ、出た。エラーバーダック出ました。はい。久々、お前久々。はい、カナノン。はい、ゴテンクスと、ベジータ GT。あ、いいね。暗黒オメチカブラ。これも何気に強いですね。お、あっと、待って。セルゼノ？マジで？ちょっと待って。セルゼノ出たんだけど。これも3000円？マジで？有料すぎて。はい、まあまあ、ここら辺、まあ、セルゼノは入れるでしょう。だってワンキル怖いもんね。てか、このデッキ、結局のところマジ耐久力が物を言うので、まあ最近お披露目していないね、セルゼノで、ちょっとがっつりワンキルケアしてね。はい、こういう時にバーサーカーワンキルとか来たら熱いんだけどね。あ、出たー。最終回の17号。これは本当に好きなキャンペーンですね。はい、マジかっこいいよね、これ。もう、あのシーンでね。しかもこのドラゴンボールがツルツルしてて、めちゃくちゃ最高。はい、で、ターン身勝手の極意来た。切って。フルパワーサイヤ人4を、マジ？マジで言ってんの？なんか今回すごくない？だってこれ3000じゃ買えないかんね。やばいな。圧倒的に強い。はい、弱体化キラー組めますね。はい、さっきの孫悟飯青年期と UR ベジータで弱体化キラー組めるんで、これの軸でもいいし、まあ、ゴッドバードの時の海洋神とね、孫悟空ゼのフルパワーで、まあ、一撃決めに行くでもいいし、ちょっとデッキの幅は広がりましたね、今のってね。はい、で、ボタンも、ゴテンクス？あ、魔人と、あー、はいはいはい、魔人プティンね。で、若ドミグラ。おー、来たー。やった、これ分かった。極炎ベジータ来た。極炎ベジータ来た。やった。これ絶対入れる。絶対入れる。これがいないと始まらないでしょ。待って。そしたら、まあ、セルゼノ抜いてもいいかもしんないですね。はい。ラスト1パックありますと。さあ、これで、どう来るかっていうところなんですが。なにこれ。ちょっと待って。なにこれ。わかる？なんだろう。ちょっと待って。わかんない。しくれ？はい。孫悟飯ゼノ。はい、通信論。おー、いいね。このブロリーもね、BM1 弾の時全然やれなかったんで、あんま思ってなかったですけど。あー、そうでもなかったわ。ごめん。はい、そうでもなかったです。トランクスゼノで、サルサと、いう感じですかね。はい。一瞬さ、アニバーサリーの UR 悟空かなって思ったんだよ。
あれってさ、なんかちょっと箱押しに銀色混じってるから、あれかなと思ったけど、トランクスゴッドでしたね。はい。という感じで、じゃあデッキ組みます。はい、それじゃあ候補としてはこんな感じかな。結構強いカード出ました。これだけあれば正直言って、バトスタは余裕だと思う。正直余裕だと思う。今までオール時の海洋神とかのネタデッキで散々戦ってきたので、正直これだけあれば、もう十分すぎるというか、多分ネタデッキの領域じゃないね。はい、それじゃあね、デッキが3つ完成したので、ご紹介していきたいと思います。さあ、まず1つ目のデッキが、超浴びで粉砕。華麗なる2キルデッキ。ということで、まずはこのね、孫悟空。はい、これを軸にしまして、BM1 段 UR の孫悟空で、ヒーローエナジーを上げて、極炎ベジータで守りながら、はい、このね、ガード上げベジータで守って、ラディッツで記録回復して、トランクスエナジーガードからの邪念場でガード削り。というね、まあ2ラウンド目で一気に勝負をかけに行くデッキ。で、このデッキに関しては、まあこの悟空を起点として、ヒーローエナジーが、これね、アタッカーにするだけで9個獲得できて、まあ、なおかつこのトランクスでのが、まあ、エナジーガード&ヒーローエナジープラス1っていう感じなんでね。まあ、エナジーが10個溜まります。で、ヒーローエナジーが溜まるっていうことは、このね、超アビリティが強化されるだけじゃなくって、自分チーム全員が必殺技を打てるようになり、なおかつガード、邪念まで削って、自分チーム全員のパワーもこいつアップさせることができるので、とにかく火力が凄まじい、2ラウンドキルのデッキとなっております。さあ続いて二つ目のデッキが、聞け、ヒーローズアンチ。これが超フルパワーサイヤ人4だ。っていう感じでね、この超フルパワーサイヤ人4限界突破の孫悟空ゼノを起点として、ゴッドバード時の海洋神のリンクを当てながら、この孫悟空のね、チャージインパクトを決めやすくします。で、さらには、セリズムで1ラウンド絶対防御。そして、孫悟飯少年期で、悟空のパワーを万が一ね、1にされたりした場合に、これパワーを初期値に戻すことができるので、この悟空のね、初期パワーが7700と非常に高いので、ここら辺の相性の良さが非常にいいです。で、さらに、クーラ。このクーラは、ハイボルテージで一度だけね、自分チーム全員の受けるダメージを半分にできるので、まあ1ラウンド目はセルゼオで守って、2ラウンド目はクーラでダメージを半分にすると。で、ヒーローエナジーをゴジータ頭脳で上げながら、孫悟飯青年期でね、最後は畳みかけると。まあそこら辺で、ね、火力を出しながら立ち回るという感じのデッキになっております。さあ続いて3つ目のデッキ。まあこれはちょっとね、まあどちらかというとお遊びデッキにはなってしまうんですが、デッキ名の方が、溶け合えば奇跡のパワー。超絶、気力殲滅デッキ。という感じで、もう気力ダウンにとにかく特化させたデッキです。さあまずは BM1 弾の UR 悟空を起点として、同じく BM1 弾の UR ベジータ。はい。まあこのコンビは、戦闘力バトルに勝利したとき、敵全員の気力をダウンし、自分チーム全員のパワーを永続でプラス5000。仲間アタッカーにベジータ該当効果がアップと。いう感じで、これで気力を削りながらパワーも上げて、その悟空のアシストとしてこのね、メチカブラで戦闘力をプラス1万5000。さらにフィンとサルサでも気力ダウンしつつ、暗黒をメチカブラ。1ラウンドで敵の気力を1本減らすことができて、まあ、なおかつヒーローエナジーアップを上昇をね、防ぐと。で、とどめに大活躍のこの邪念場。はい。まあ、こいつもパワーも上げて、なおかつま、ガードもね、削れるということなんで、これ1枚で結構火力が上がるんですが、これ2枚使うことによって、さらに自分チーム全員のパワーを上げると。でも結構カードアクションアビリティも多いし、まあ、戦闘力がこのメチカブラで、まあ、アップさせることができるんでね、まあ、なんとか、バトルアフィとかうまく使えば刺さるかな、みたいな。まあ、という感じでね、まあ、どれが一番強いかって言われたら多分この、孫悟空の転送デッキで、まあ、2ラウンド目で一気に畳みかけるっていうデッキが一番強いとは思うんですが、まあ、あまりにもね、通用しなかった場合は、まあ、他のデッキとか使ってちょっとね、戦おうかなと思っておりますので、まあ、次回のね、バトスタ動画、そちらもぜひ楽しみにしていてください。まあ、という感じでね、この動画の続きが見たいっていう方は、チャンネル登録をして、ぜひぜひ明日の動画までね、待機してもらえたらなっていうふうに思います。いう感じでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。